日本時代のイチローの守備がやばすぎるわらわらわら。メジャーより日本時代の方が好きだわ。155キロは出てるで、ハローレーザービーム。これすげえな。カメラ追えてなくて草。なんでこれ三塁に投げたんだ。ホームの方がええと思うんだが。イチローの守備の全盛期やしな。えぐ。若い頃の方が守備いいのは明らかやし。パワープロでも再現不能なレベル。肩200くらいあればいけそう。ほんまに低くて一直線で見てて気持ちいい。イチローが本当にヤバいのはコントロールや、晩年の衰えたイチローの送球もサードが全く動かずキャッチしてた。この守備にトップクラスの走塁盗塁技術があって、 OPS9 割4分の化け物。軌道がおかしい。肩の強さってか回転かけるのが重要らしい。しかもサードもできる。なんでヤンキースの時にサードやるの断ったんや。ちゃんと小さいフォームですごい球投げとるな。球場がすげえ狭く見える。肩はメジャー移籍前後の時期が全盛期や、守備全体で見たら割と衰えなかったから全盛期。わからん。イチローって足だけは最後まで衰えなかったな。肩は弱くなった。イチローは日本時代かなり過小評価されてるよな。何 J だけやぞ。日本時代のイチローってほんま欠点なかったよな。長打率もあったし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。